宇和島型総海底は、海上自衛隊の中型総海底の環級。従来の総海底よりも深い中心土域に、不設された機雷への対処能力が付与されており、61中規模及び零三中規模において、軽級石が建造された。1970年代初期、優勢なアメリカ海軍原子力潜水艦に対抗して、ソビエト連邦軍は、機雷の高性能家、 深深度化を進めており、アンテナ嫌いや単かかり止め上昇式嫌いの中には、水深2000メートルまで、不設可能なものも出現してきた。このような深深度に不設された嫌いには、従来の総海底では、対処困難であり、海中を航行する潜水艦にとって、大きな脅威となった。海上自衛隊においては、特に、文後水道、 浦賀水道の2つのチョークポイントに機雷を設置された場合、それぞれ、呉基地の第1潜水隊群、横須賀基地の第2潜水隊群の活動が大きく、成中されることから、新進度の対戦機雷への対処能力の整備は、非常に切迫したものとなった。このことから、61中規模においては、中進度域での機雷対処能力を備えた。 総改艇と深々度嫌いに対処するための先闘型総会館を整備することとされた。後者として整備されたのが八重山型であり、前者として整備されたのが本型である。設計は、おおむね先行するは、津島型最終型を踏襲している。使用樹種は、下記の通りで、キーイルマ材が、欅とされた以外は、おおむね 62MSC と同一である。主機関は、 62MSC と同系列で出力を増強した 6M 帯に更新された。これは三菱重工業の SU 系列ディーゼルを肘製化して技術研究本部が開発した4サイクル6気筒ディーゼルエンジンである。また観王総会具の電力を賄うための総開発電機は 62MSC と同じく 6MTK2 型1機を搭載する。 機雷探知機としては、62MSC で搭載された ZQS-2 をとに、中負荷度海域に対応して発展させた ZQS-3 から1機雷探知機が搭載された。原型となった ZQS-2 は、イギリスプレッシー社のアズディック1 9 3型を参考に、技術研究本部が開発したもので、機雷探知用として 100kHz。 嫌い類別用として 300kHz を使用することで、目標を探知するとともに確実に嫌いと類別できるようになっていた。また、対水上捜作レーダーも 62msc で搭載された OPS-9 の改良型である o p s 3 9 y とされている。嫌い処分具 S-71K ボン型では、嫌い処分具は中心度に対応した。 S-71 S 型に更新された。これは、優先式の遠隔操作無人探査機で、円筒系の機体の後方には、可動式のスラスターが、前方には上下動用のスラスターがトンネルを設けて、設置されている。先端には精密操作用のイメージングソナー、抵抗量、ビデオカメラ及びサーチライトが装備されている。機雷処分用として、 ど体化に処分爆雷一発を搭載しており、海底の嫌いに向けて投下して破壊する。2010年には2番艇の家島が家島型総海管制艇の1番艇として、総海管制艇に種別変更されている。ありがとうございます。